はい、ケイセンにやってきました。あ、おはようございます。おはようございます。今日はどこに行くんですか？まず長ホルモンです。あ、なんかおる、なんかおるよ。自分に感謝ってよ。それに感謝、自分に感謝。え、ここにあるの？来るまでね、すっごい道に迷ったの。めちゃくちゃ美味しいらしいじゃろ。うん、楽しみにしとる。これ分かりにくいね。え、ここ？肉屋がやっとうってこと？あ、じゃあ美味しかろう。じゃあ美味しかろう。値段もね、リーズナブル。え、安くない？安いね。で、美味しいの？わあ、楽しみ。召し上がってください。ありがとうございます。これもサービスで。すごいサービスいいね。そうです、はい、最初はですね、はい、美味しいと聞いて。あ、そうですか。博多からやってきました。あ、そうですか。初めて、はい、あ、私初めて。あ、そうですか。ありがとうございます。何回があります。あ、そうですか。ありがとうございます。お世話になります。ちょっと炊くものをお持ちしますね。はい、え、いいんですか、はい、そんなにたくさん。今いい方のウインナーですね、下がってください。あ、美味しそう、これ。ウインナーですね。美味しいと思います。すごいね。すごい。しかもさ、全部新鮮。めちゃくちゃ。ね。いただきまーす。これは美味しかろう。てかね、大きいね。普通ね、なんか博多で食べたら、もっとちっちゃいじゃん。うん。うん、美味しそう、めちゃくちゃ。寝た？あ、寝たよ。何時間？あ、今日結構寝と。5時間も寝る。寝すぎやろ。ぼーっとしとん。今日寝すぎやん。あんま寝すぎたらきつかろ。ぼーっとしとん。ね、やっぱ普段の平均睡眠時間ね、あるやん。うん。それをなんかね、はるかに上回るとね、きついとよ。逆にね。寝起きよ、みたいな感じ。寝起き？みんなお腹が空いてくるね。すごい、なんか本当に食欲をそそるようなこの音と匂いと、このウインナーの色がすごいね。うん、甘い。いただきます。肉大きいね、なんかめちゃくちゃ。うん、なんかまあ半分寝てるもんね。うん、だって今日顔が違うもん。昨日みたいに爽やかじゃない。どんよりしてる。なんか疲れたじいさんみたいになっとる。疲れてる。やばいよ。もう一度目がついてる。フェイスブックにアップしたらみんながめちゃくちゃ美味しそうって言ってます。美味しいね。美味しい。うん、久しぶりに来ました。めっちゃ美味しい。コリコリ、もうホルモン最高。ここはね、多分ご飯とかいらんねえ、もう肉だけでお腹いっぱいになるから。てかね、ここもうどこに抜ける道かもわからんのね。とりあえずまだ京線。でもこれ山越えたらどっち方向に行くっちゃろうね。これ多分通ったことないよ。ない。うん、ヤンマーや。ヒガンバナが咲いとるね。これどこ持っとろうが。
根っこのとこね。ああ。でも綺麗もんね。うん、綺麗。あれ、白とかあるもんね。え、これすごいよ。もしかしたらすごい、廃村とか廃集落とかあるかもしれんよ。歴史にやってきました。え、すごいとこじゃない？っていうか、花すごいね。栗、あーでももう食べられとるね。バカつかん？バカはない。バカないね、珍しく。なんかコーナスがあった。わー、上すごくない？なんかここしか入り口ないの。うん、ちょっとやばいところですよ、ここ。これ昔は道やったったいね。あ、出会った。おぉ、うわぁ、はあ、うわぁ、すごいね、これ。素敵やね。あれさ、だいぶ古いよ、あのヤンマン。こっちの裏の家はそげん古くない？あ、古いか。うん。あ、ここすっごいね、これ。相当古かろう、これ。うん。めっちゃ古いよ。めっちゃどころじゃないぐらい。これちょっと雲が。あ、ここすごい。新聞受けって書いてある。これいつの？パッと見。昭和。うん。いや。この木箱がヤンマーなんだって。わあ。にしちゃ冷蔵庫はそげんないね。うん、でもこの作り自体が、あ、蜂の巣があるよ、ほら。ちっこいね。あ、ダメってダメってもう。出てきたらどうするね。いやー、これ作りもすごいよ。ここなんか。ん？何？あ、でもなんか残っとる。うん、何が残っとる？あー、なんか臼とか、道具が残っとるよ。いやー、これすごいね。だいぶ結構やり直すよね。確かに。うん。ただ、そこまでど古くはないね。うん。リフォーム。うん、しとるね。いや、私こっち気になる。いや、これすごいよ、ここ。土壁ですね。うん、土壁。酒の瓶とかもさ、結構古いやつやないあれ。だけ、やっぱ、うん。古いとよ。ここの壁から見たら。あ、多分、こっちはもうリフォームしとる。こっちは何もしとらんか。これやろ？土壁やし。これ、掘ったて小屋だ。ね、うん。すごいとこが残っとるね。この机も見てごらん、これ。木よ。まあ、机は木やけど。釜まだ。うん、作りが、あの、ゴン箱がまた昭和レトロやね。うん。これね。うん。だけど結構昭和の、え、でも、35年とか40年とかくらいじゃない？わ、もう雲とかおるよ、ここ。これ、よう通ってきたね。いや、かがんだけやね。うん。これ、間違いなくもう埋まっとる感じやね。ほら。うん、埋まっとる。これ、家よ。グリーンハウスになっとる。いや、もう入り口さえわからんやろ。全部埋まっとろ。これ、やばいね。多分もう覆われとるで。見えんやろ。虫に食われるよ。しかもあってもこれ入るはちょっと危険や。うん、無理無理。
秋月街道なんて書いてある？涙坂。涙坂。これね、これ江戸時代のだから、参勤交代とかで通っとったんかな。ほら秋月藩って書いてあるやん。背が薄いね。ほら、これ全部石垣よ。石垣。道になってる、ね。え、これ、道やったった。え、すごいね。江戸時代の道よ。これ、すごいね。山水。ほら、これ。うん。うわぁ、雲すっご誰もこんちゃろ。ごめんなさいね。すぐ壊して。多分ここが、あの、街道の道じゃないの？多分。冷水峠はね、なんか石畳みたいになっとったい。ああ、昔の名前だわね。そうそう。でもここも、そうだ、石やん。あ、これ石か、うん。じゃあやっぱりここ、朝倉街道やね。うん、わあ、すっごいね、なんか神秘的な場所。おお、歴史を感じるね、これ。素晴らしい。すごくない？これ全部よ。ほら、ね、わあすごい、すごいね、うん、だけど当時からこの水とかも流れ寄ったじゃない？なんか小川的な。でも水がねすっごい透き通って綺麗なの。こう下穴に落ちんようにね。昔はさ、こんな道をわらじ履いて歩き寄ったとよ。 うん、だけど何足か持ってね行き寄ったと。わやになろうが。道にも水が流れてくるんで、うん、石やもん。石やったね。はあ。わあ、すっごいとこ発見したね。これ、降りな、わからんかったけん。そうかね。うん。冷たい？うん、水めちゃくちゃ綺麗やね。うん、わあ、冷たい。これでコーヒーでも飲んだら美味しいじゃない？てかさ、石垣さ、すごいね、上まで。え、こんな名所ってさ、街道マニアとかじゃないとわからんじゃない？てか普通の一般の人とかまず止まらんし、あの看板に気がつかんね。よっぽど好きな人は調べとるはず。うん。うわ、なんかここいい。でもいい場所発見。これぞ歴史を感じながら歩く道よ。いや、私あの石垣に感動。素敵やね。でもねえねえ、これ。あ、なんて書いてある？ちょ待って。これすごいよ。すごいけどね。古いよ。めっちゃ。なんかこう、鉛筆でこうやってなぞってるからかもしれない。そうなのね。え、なんて書いてある？天？天？なんやろう。離れても読めん？なんて書いとるっちゃろ。え、これでもすごいよ。これすごい。私たちお手柄よ。お手柄。毎回毎回見つけるね。あ、しかも持ち上げれるやん、うん、
軽いのそんなに。裏にもなんか書いとる。ご縁が落ちとるよ。なんか言ったよ。うん、だけんここに多分立ててあったとよ。ほら、で、うん？ご縁。ご縁じゃん。え、五千やない？あ、そうか。え、ちょっと出してん。五円と五千、あなた分かろうもん。え、これ昔のお金やない？そうやね。え、すごくない？これっていつのやろか。この当時のものやないよ。私たちすごいもん発見しとるよ。ねえ。ハグってよかったね。え、これだけ江戸とか。で、ここに何かあって。ここにだけお参りで。すごい。他になんか残ってないとかやな、当時の。だけどまあ石垣だけでもすごいと思うけどね。ねえ、これ木が倒れとうのはさ、伐採？それとも。うん、でもさ、苔が苔に溜まっとるよ、上に。ね、こっからは石垣がない。ね？上。今までみたいに横に石垣がない。ないやろ？もうただの道やったとかいな。多分石垣あった、石垣があったところは何かがあったとよ。うん、石があったら聞いてあげる。ここ？これ石？ほら。あ、ほんと？うん。すごい私たち今日はこれは多分お手柄動画よね。これなんか持ちやんか。持ってる持ってる。本当よ、やっぱ寝てないだけあるわ。ただここ本当にね、苔がねすごくて、まあグリーンは綺麗は綺麗。ちょっと待って、あの石碑が気になる。なんて書いてあるっちゃ。新しめ？来た時のなんか記念とかそんなやつ。ああ、よくあるやつやね。別に当時のじゃないね。植樹祭。植林。植林。植林。うん。日にちとかは入ってない。昭和。うん？昭和。なんて書いてある？何4年って書いてある？昭和の下なんて書いてある？あれ4やね。44年やね。4ね。昔の関数じゃないけど。ああ。だけど、まだ新しいね、じゃあ。だったら。だけど、私たちが見つけたのはすごいとよ。ただあれの文字が読み取れんの。うん、あれも系統もね、古すぎて。どげんかわからんかね。ここ石が引いてあるよ、ほら。こっちよ。はぁ、あ。明らかにね、敷き詰めてあるね、うん、下に。人工的ですね。うん。あ、ここ歩いて行けたった。うん？見ちゃうじゃん。はあ。だけど結構な道よ、ここも。よ、歩いとる。ねえ、すっごいね、あのわらじで。はあ。なんかそんな見たら、すごいよ。いやー、きつかったら雨の日とか。あ、でもね、石はね、こっから流れたとかいうの切れとる。
なんか静かやね。虫の音しか聞こえん。でもね、綺麗に見えるね。ラムネちゃん。昔のサイダーじゃなくて、お酒？ん？アニメの名前。あ、これ。あ、全然最近や。日記とかなんかあげない。ダメダメ。てかね、こんな上の方にね、対戦じゃない限り転がっとらん。ねえ、これさ、謎よ、ちょっと。なんも夢もね。気になる。まあ、これはあれってわかるけど、これに書いとる文字が知りたい。この位置も古いってことだよね。この辺も古いですよ、ほら、これ蓋が、うん、違うもん、昔のやつやん。他になんかないかな。年月とともにね。なんか建物の跡とかはないね。ここにあったっちゃろうけど、でも向こうずっとやん、石垣。これ橋になっとるね、ほら。だけんここになんかあったよ。これ橋やん。あ、これイノシシかなんぞ、ほっと。そこ？まあイノシシぐらいおるやろうね。いや、昔はこの石垣のとこに何があったかが気になるね。で、木なんてその後の話やろ、うん、だって江戸時代って言ったってもう300年とかそんな話やろ。段々になっとるね。うん。そうよ、これ全部よ。で、あっちに降りる前に何かあったっちゃろ。関所的な？違うか。何やろか。想像が膨らんでいきます。わ、でもなんかロマンを感じる、この石垣に。いや、普通こんな森じゃないや、うん、いや、すごい。それを見つけた私たちがすごいね。うん、本当や。誰もさ、車止めて見に来る人おらんもん。どっからあるもんね。看板はあるっちゃけどね、多分見らんね。この看板消えとうけんね。さらにすごい石垣群を発見。集落があったかもしれんね。集落、昔の。だって全部やもん。うん。こんなに大量に残っとっちゃから。いいやろ。うん。ただもう建物もないし、もうだってこの木は結構新しいよね。うん、昔はだけん多分民家があったじゃない。まあ、川も近いし。すごいね、ここ。向こうもあった、向こうもあった。うん、あ、すごい、これ、この塀なんか博多塀に似とうけど。
そうよ。うわちょっと見てんこれ、スケスケ、これ気持ちよかろうね、うん、うわいいよ今の時期。